フロンハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコプフ群南部の町村である。フロンハウゼンの町域は、マールブルクとギーセンとの間のラーン川沿いから、南の軍境に沿って広がる。西は、グラーデンバッハ山地の東端から、東は、ラーン山地とルムダ平地との間のツベスター、オウムガーム川下流に至る。オーバーバルゲルン地区を除くすべての集落は、 海抜200メートル以下の谷に位置する。フロンハウゼンは、北はバイマル、東はエプスドルファークルーント、南はシュタウフェンベルク及びロラー、西はローラと境を接する。ベルンハウゼンの境界自治体としてのフロンハウゼンは、以下の集落からなる。1972年に、それまで独立した村落だったフロンハウゼンと、ジッヒャーツハウゼンとが合併して、 フロンハウゼンの町が成立した。1974年3月12日のマールブルクビーデンコップフ軍及びマールブルク市の創設に関する法律は、1974年7月1日に、以下の球町村が合併し新たな自治体フロンハウゼンを形成することを定めている。フロンハウゼンとその周辺に位置するベルンハウゼン、エルベンハウゼン、ハッセンハウゼン、ホルツハウゼン、オーバーバルゲルン。 フロンハウゼンの長下会は23議席からなる。町の紋章は赤字に銀の逆斜め破体。その上部には銀の翼、下部には七つの菱形が描かれている。この紋章は現在の形の町が形成された後、数多くのデザインの中から選ばれた。紋章にはこの町を流れるラーン川の象徴として並隊が描かれている。翼と 岸型は地元貴族としてフロンハウゼンの大官を務めたシェンケンツー・シュバインスベルク家の紋章から取られた。岸型の数が7つであるのはこの町の集落の数を示すものである。これら3つの町はいずれもラングイエ近郊にあり互いに近い位置にある。この町はベルンハウゼン地区から4車線の連邦道 B3 号線にアクセスできる。またフロンハウゼンには レギオナルバーンやレギオナルエクスプレスが停車するマインベーザー鉄道の駅がある。フロンハウゼン町内では日刊誌としてオーバーヘッシシェプレス、マールブルガーノイエツイトゥング、ギーセナーアンツァイガー、ギーセナーアルゲマイネタイトゥングが刊行されている。このうち伝統がある OP が大きなシェアを占めている。週刊のフリーペーパーには共に OP の出版社が発行する。 マールブルクエクストラとビンがあり、この他にミッテルヘッシェアンイコールザイトングやゾンタークモルゲンマガチーンがある。ビッティヒ出版から週刊で街の広報誌が刊行される。ありがとうございます。